はい、ユッキーです。今日はするのは、こちら。以前から知ってたんですけどね。動画撮ってなかったんで。こちら、ケントの、1ミリ。メンソール。100S。ボックス。タールが1ミリ。ニコチンが 0.1 ミリ。で、このケントはね、まあ、珍しいのか分かんないけど、このジェットフィルターっていう、フィルターのこの、ここが、穴開いてるっていうタイプですね。うん。で、よく見ると、ここの先に緑色の芯が入ってるんですけど、これはまあ、メンソールの芯っていう感じですかね。吸っていきましょう。ケントは、ちなみにこれ値段がいくらだ ?420 円。ん ?420 円かこれ。あ、420円ですね。ケントは、最近出たんですけど、グローっていう、最近出たのか分かんないけど、電子タバコの、で有名になったのかな?有名になったのか分かんないけど、グローの、ね、グローっていうのが出ましたね。最近ね。最近かどうかは知らないけどね。うん。これが値段が、Amazon で6800円。6800円ですね。お?アマゾンで、ああ、そっか。あれなのか。電子タバコランキング今1位ですね。6800円。グロー。アイコスとかよりも、上ですね。なんでなの?まあ、俺、電子タバコは別にどうでもいい。どうでもいいっていうか、前買ったんだけど、全然、3000円ぐらいのやつ買ったんだけどね。すげえ昔に。ゴミみたいな、やつだったんで、全然うまくなかった。まあ、いいでしょうね、これは。電子タバコは全く興味ないですね。普通のタバコの方がいいじゃんって。うん、これ味としては、まあなんか、そんな無機質な味しますね、これね。うん、メンソール感は程よいんですけど。タバコの旨味がほぼ出てない。全然感じられないですね。あ。ケントって、ああ、そうなんだ。最近は、なんか、昔はケントってメンソールしかなかったっていうイメージなんですけど、今は通常のメンソールじゃないやつも出てるっぽいですね。ケントの、1ミリ、通常のケントの、これはメンソールなんですけど、ケントの通常のメンソールじゃないパターンの、
ああ、昔からあったか。あったはあったのか。ただね、もう、ケントってね、前、吸ったことあるんだけど、ケントの通常のやつってね、完全にね、髪が燃えた時の煙を吸ってるような感じで、もう、無機質すぎてね、タバコの葉っぱの味全然しないですよね。ああ。だから、メンソールが、あれば、まあ、ああはあはあって感じで吸えるんだけど、もうないとね、もうなんで吸ってんのかわけわかんなくなるよね。これは俺紙の燃えたの吸ってんのかなーっていう味なんで。まあこれもそこまでもう無機質ですね。これはあんま美味しくないでしょ、これは。ああもう昔からね、ケントってね、こういう味なんですよね。この無機質な味。この、紙を燃やした時の、煙を吸ってるような味。で、俺なんでこれを買ったのかも未だに分かってないんですよね。なんか、なんかの表紙で買ったんでしょうね。うん。俺いつもケントなんてまずいから絶対買わないんだけど、なんかの表紙で買ったんだよな。もうほとんどまずいの知ってて買ったんじゃないかっていうレベルですね。なんで買ったんだろうな。俺メンソールは好きなんですけどね。だからメンソール好きなんだけど、メンソール、まあ、メンソール好きなんだけどね。最近はタバコのヤニクラがすごい、ダメになっちゃって。1ミリのやつしか大体吸ってないんだけど。1ミリのメンソールってなると大体、あんま美味しくないんですよね。ワンチャンうまいのはピアニッシモのアリアメンソールってやつ。これぐらいかな ?1 ミリでうめえなって思ったのはな。マルボロも値段ちょっと上がったのかな。ラークもメンソール出ましたね。ラークってあんまりメンソールのイメージなかったんだけど。あ、19本入りのラークが出てるみたいですね。今度これ買ってみようかな。ラークスマートプラスメンソールワンボックス。19本入り。マールボロの、ブラックメンソールってやつも割と美味しいんですけど、確か美味しかった気すんだけどな。値段がちょっと高いっすね。470円。高いな。470円。まあ、またタバコ値上がりするっちゅうことなんで、500円ぐらいになるらしいですからね。あ、これは、ケントはこれはもう二つ星だろ、これ。二つ星、まずい。ご視聴ありがとうございました。